にちは。中海テレビ放送営業部の曽田です。これからそれぞれ違う部署に所属する4名の若手社員が自分の仕事の魅力を紹介していきます。中海テレビ放送の社内の雰囲気、それから仕事環境の面白さが分かると思いますので、最後までご覧ください。こちらは川崎本社の事務所です。営業部と総務部が働いております。私が所属する営業部一課の魅力は、地域のお客様からありがとうと直接感謝の言葉をいただけるところです。入社2年目、報道部の清山祐希です。今から報道部の仕事をご紹介します。中海テレビ放送ではビデオジャーナリスト方式といって、一人の記者が取材から編集、撮影まで全てを行います。とてもやりがいのある仕事ですので、興味のある方はぜひ入社してください。次の方どうぞ。こんにちは、中海テレビ放送2年目の松本翔太です。それでは技術部について簡単に説明していきます。まず私たちはサービスを絶対に止めないことを慎重にしており、たとえサービスが止まったとしてもすぐに復旧できるように努めております。他にはこのように VR といった技術を、最先端の技術を用いて現場の風景、様子などを体験し、業務へ活かせるよう利用しております。他にもまだまだたくさんありますが、私たちは基本的に裏方です。ですが裏方なくしてはサービスは成り立たないので、この仕事を誇りに持っております。それでは時間ですので、次の方どうぞ。こんにちは、営業部広報課の牧野です。今から中海コムコムスクエアご案内します。コムスクにはこんなにたくさんの講座があります。私は広報課としてこのようなチラシを作成しています。実際に講座に来てくださる皆さんの写真を使っているところがポイントです。このチラシを見て少しでも面白そうって興味を持ってくれる人が増えると嬉しいです。それでは最後に加藤社長、一言お願いします。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。一言で言いますと、中海テレビ放送は日本一やりがいを感じることができる、そういう会社だと思っています。放送事業、通信事業、そしてエネルギー事業を通じて、さまざまな地域課題を解決し、それぞれの事業に使命を持って取り組んでいる、そういう会社だと思います。多様な個性を持っている人たちの集団でありたいと我々は思っています。バラエティに富んだ人が集まってくれればいいな、そういうふうに感じてますし、そういった多様な人が集まった会社の方が強くなれるというふうにも感じております。しかしながら我々は普遍的なミッションを持っていますので、そういった使命感をしっかりと思った方、そして何より大切なのが、何事にも面白がって取り組める人、そういう人を一緒になって仲間として迎え入れたいと思っております。この地域のためになることを全力でやっていく、中央集権ではなく地方がしっかりと自立する、そういったことを実行していく、ここは普遍的に取り組んでいきたいというふうに感じております。しかしながら、そのアプローチに関しては先進的なテクノロジーを積極的に取り入れたり、バラエティに富んださまざまな今あるものを駆使してそれはやるべきであって、昔の
慣習やそういったものにとらわれることなく、どんどん新しいことに挑戦をしていきたい、そのように考えております。数年後には日本一かっこいい社屋も建設予定でありますので、どうかその新しい社屋で一緒に仕事ができる、そういう仲間を募集してますので、興味のある方はご一報いただければと思います。